お元気ですか？僕趣味です。今日は世界のカップヌードル、ボストンの名物料理、濃厚クリーミークラムチャウダーを試食してみたいと思います。じゃあ早速ね、お湯を入れて3分待ちたいと思います。では召し上がったいと思います。まずね、箸を取っていただきます。すごくね、匂いは、やっぱり濃厚クリーミーのね、香りがします。ではいただきたいと思います。これはね、あんな感じ、なんかね、クリームパスタと思ってね、食べたらね、うまいでございます。だからね、例えばシチューの素ありますよね。あれでパスタとかやってもクリームパスタにもなりますからね。そんな感じかなとね、思ったりはしてるんですけどね。これ結構濃厚でね、乳製品好きな方は結構いけると思います。で、私の考えでございますけどね。で、もしね、よろしければですね、ご購入してね、食べてみてはいかがでしょうか。私は結構ね、美味しゅうございます。ね、懐かしい言葉ですけどね。知らなかったらね、今のカットでも大丈夫ですよ。ね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。